よし、みんなね、日本史の予習復習ちゃんとしてきたかな？ OK。じゃあ今日はね、簡単な確認クイズをやるから、分かる人はね、手を挙げて答えてください。じゃあね、1問目。1549年に日本に来て、で、キリスト教を広めた人は誰か分かるかな？お、小林早かったな。フランシスコ・ザビエル。おー、正解。ちなみに、それでザビエルみたいに日本でキリスト教を広めた人たちのことを宣教師って言います。おー、そうだな。小林、すごいな、お前な。ちゃんと家で勉強してるんだな。まあ一応、予習と復習には、まあ、抜かりがないので。ああ、みんなもね、小林を見習うように。いや、小林くん今めっちゃ手挙げるの早くなかった。めっちゃやる気あんじゃん。じゃあね、第2問。1853年、アメリカ人のね、とある人が日本に来て日本を開国させました。この人は誰でしょう？お、小林、また早いな。ペリー。おー、よくわかったな。また正解だ。ちなみに、ペリーの本名はマシュー・ペリーって言って誕生日は4月10日で僕と同じ誕生日です。小林よく知ってるなぁ。それは先生も知らなかったなぁ。小林くんのエキストラ知識きたぁ。いや、マジ小林くんのまとめサイト知識えぐ。いや、それなぁ。小林くんいつもスマートニュースのまとめサイト見てるもんな。はい、じゃあ次でね、最後の問題。幕末に主に京都で江戸幕府に反対する人たちの取り締まりを行ったグループを何というでしょうか？あれ？これ誰もわかんないか？あ、先生先生、小林くんがすごい日本史得意でさっきから結構答えてるんで、絶対小林くんならわかると思います。おー、まあ、確かにな、小林結構日本史得意だからな。小林ちなみにこの問題わかる？まあ、わかりますけど。お、じゃあちょっと答えてもらってもいいかな。新選組。おー、正解。小林すごいな。ちなみに、アニメ銀魂にも新選組って出てくるんですけど、まあ、その局長が近藤勲さんで、その声優やってる人が千葉進さんって人です。へえ、小林は何でも知ってるな。ありがとう、小林。出たー、小林の銀魂知識。得意分野になってめっちゃ生き生きしてんじゃん。小林くん、それさっきからどうしたの？なんか中指でお肌触ってるけど。ちょっと、ほっぺた痒くて。ああ、そういうのね、お肌のトラブルになるから早めに皮膚科行った方がいいよ。それこそ小林くんがよく見てるまとめサイトでお肌のスレとか見た方がいいんじゃね？はい、じゃあ来週はね、日本史の期末テストだから、ちゃんとみんなね、勉強しとくように。じゃあね、号令よろしく。